天才の大場は大場じゃない、分かった、天才の大場が来たらリセットだ、なぜなら大場は天才じゃないから。それ縛りな、リセットするわ、それをルールとしよう。天才だったぞ、あの大場の1年目のキャンプのあれ面白かったな、すごい選手だったんだぜ、なんでこんな評価低いんだよお前、甲子園は大場のためにあるのかって。あーもう天才型くんじゃねえよ。おいこれ許してくれ、これは許してくれ、おいこれは許して、これは許してくれ、もうこれはもう許してしょうがねえ、だってさ俺ショートも出たし、もうなんで話題を得んだよ俺、なんでこれ、しかもこれデフォルトの顔が俺じゃん、おいデフォルトの顔これ俺じゃんなあ、盗塁 F だしよで、OK だな、はい、ちょっと頼みいいの来て、うわーもう最悪、何こいつ使えねえよおいダルビッシュ、セファとファリード優が来たんだけどね、ひげ生やしてら、ダルビッシュ、セファとファリード優は引退させるから